こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。4月に入りまして、2018年度初めての記念競輪、グレードレース、川崎記念、桜花賞、これ、ナイターで行われます。初一特製の予想をお送りしたいと思います。はい えー、特選3つのレースとも予想いたします。まず10レースの特選レースですね。えー、桑桑原大使が SQS 班として登場ですね。はい。えっ、ー、と、こちらですね。4分線なっております。で、バック回数が石塚14回、鳥取12回と寄港しておりますね。となると、 この2者が叩き合う可能性は十分あるんだと思います。スタート回数見ると、えー、桑原が4回、佐藤が4回と寄っしております。まあ、誰が先手っていうか、前を取ってもおかしくないですね。軍事が取るかもしれませんし。で、えー とまあ、鳥取が最近はやっぱりいいですし、いいすし石塚もあの S 級初優勝を決めた。ということもあり。まあ、ただ、現時点ではまだ鳥取に一日の長があるんじゃないかなという。あと、石塚の後ろが森川田地区で、かつ、あの、生粋のマーク選手じゃない。 森川っていうのもすごくあの気になりますよね。で、軍司も、うんまあ、小原や白と、同じ神奈川勢なんですけど、それほどいいマークえー、っと、まあ、小原はマーク選手でもないですし、シアとも完全なマーク選手かといったらちょっと微妙なところで、 あんまり後ろ援護は見込めそういない。あと、軍事も、あの、小松島の、えー、っと、G3、なんかトラック支援とかいう G3 で、本命に挙げてたんですけど、ちょっと期待を裏切っちゃって、なんか競争のちぐはぐさを見せつけてしまったんで、ちょっとあんまり信用できないんですよね。 一方、佐藤慎太郎。これは一番点数を持っている選手なんですが、これは、あの、関東の鈴木隆二です。鈴木も結構いい選手なのかなっていう気がします。まあ、ここではちょっと辛いかもしれませんが、えっと、もし敗者戦なんかでやった際は、気をつけた方がいい。ただ、ここは、2着はどうかな。鈴木は、 後ろ佐藤慎太郎もあるし、三着が、三着を狙ってるんじゃないかなとは思います。で、そこでですね、えっ、ー、と、石塚と鳥取が先行争いして、えっ、ー、と、鳥取が勝つと思います。まあ、鳥取は相当足を使う。なので、えっ、ー、と、番手の桑原。結構桑原、あの、番手のブロックで残すっていうのがあんまり、 得意じゃないっていうか、できてない印象はあるんですよね。なので、桑原から別践なんじゃないかなと思います。まあ、一応、あの、筋の鳥取は、あの、の裏表は押さえてますけど、佐藤慎太郎の突っ込み、えー、軍事公平のまくり。この辺を上げてみたいと思います。まあ、ちょっと紐なら白戸あたりも、 上がりたいもかかりそうだから、ちょっとあるのかなぁとは思いますね。そのぐらいですね。あの、桑原から行きたいと思います。えー、続いて11レースを特選です。えっ、ー、と、SQS 班、かつ、あの、ま、松山ウィーナーズカップを優勝した武田豊樹が登場してまいります。はい、ご覧の通りを4分戦。 プラス1ですね。小切れ戦ですね。非常に今、目が、目まぐるしい戦いが繰り広げられそうで。バック回数は、久米公平ですね。えっ、ー、と、久米って結構まくりが多いんですけど、それでもバック15回取っている。つまり、一度は先手取るけど、性が甘いんじゃないかなと。思います。次が、河村の7回。山中が5回ですね。 えっと、これですね。S スタート回数はマ田が4回で、安倍が2回なんで、ちょっとこれ、誰が S 取るのか難しいけど、うん、武田が、やっぱり人気になってるだけにマークされるから、前、前取らされそう。関東勢が前じゃないかなと思います。まあ、えっと、難関が前というのも、 松谷が一番車なんで、ないとは言えないですね。まあ、先手は、あの、久米が取っていくんじゃないかなと。で天田あたりは、この3番手を狙っていく。まあ、雨あたりも狙いたいとこですね、ここは。で、えー、っと、川村がこの後ろにいて、山中は位置にこだわらずに、こう、ドカーンとかまし狙いじゃないかなというのが、あの、展開の見込みです。そこで、 えっと、ま、人気は武田、武田、松谷もなんですけど、えー、っと、私は河村から行きたいと思います。えー、っと、ま、山中よりは位置取りがうまく、かつ、まあ、まくりでも安定性がある。ああ、そうか。 で、天田よりは当然、縦の足があるんで、川,川村、そんなに人気してないですし、ここ面白いんじゃないかなと思います。えっと、後ろの田舎がそれほどあんまりいいような感じがせずに、まくり用決まり手があるのは逆に焦りなんじゃないかなと思います。ち5775筋は抑えますが、魅力があるのは山中の縦の,あの自力ですね。 この、えー、っと、自力両立の5995というのはおす,おすすめしたいとこです。あとは、その山中の番手にいる松谷。それから、やはり無視できない武田。まず、行為に、あの、甘田が行為取りそうなんで、えー、いい地らレース運べる可能性は高いですからね。あとは、押抑えるならば、 あの、組めの番手の大塚もいいかとは思います。そんな、あの、小松島も最終日は離れてしまいましたが、復調してきてるんじゃないかなと思います。はい。えー、5番から7912。それから、あの、裏はなしで53。押えるといいかとは思います。最終の、えー、12レースです。はい。ここは、あの、グランプリ発射。 浅井孝太が登場してまいります。他にも、えっ、ー、と、原田健太郎とか、えー、松山のウィーナーズカップで決勝戦に乗った香川祐介らが出てまいりますね。はい、このような構成で3分線プラス松岡が短期。 と、スタート回数は、浅井が7回、早坂が意外と取って6回なんですよね。で、まあ、前を取るのは、中、中、アサイが取らされると思います。やっぱり、野菜人気しますからね。マークされる立場にあるんじゃないかなと。そうなると、まあ、前取りで、結局は、 そこから結構動かずに、ただあまり動かないと高橋が突っ張って逃げちゃうと、もう浅い絶好になっちゃいますから。原田はどうするか。まあ、原田も中断欲しい。早坂は一方、中断というよりは、あの、前のレースの山中みたいに足を溜めて一発っていう競争ですからね。まあ かまし先行ですね。バック数が一番取ってる選手なんで。あんと、もう早めにかましていって、あの、押し切るんじゃないかなと。後ろの内藤はですね、えー、っと、3番手とか短期とか、あの、別戦の後ろにいた際、人気がない際は、人気がない場合は、あの、すごい突っ込んできて優勝までやっちゃうんですけど、 自家マークの番手線というのが逆に不安はありますよね。やはり、早坂の釜しの仕掛けに離れてしまうんじゃないかなと。いう可能性は十分あります。一方、原田は、まあ、浅井が人気集中するだけに、原田は自分が人気しちゃうとダメなタイプなんですよね。でも、あの、浅井が人気しょってくれるんで、 その分、あの、マークが薄くなるんじゃないかなというので、あの、原田も、原田にとっては、あの、やりやすいメンバーじゃないかなと思います。で、原田本命といい、思いきや早坂の方を上げてみたいと思います。早坂が一気にこう、かまして、 えっと、内藤がちゃんとついていければ、そこのワンツーなんだけど、まあ、差し目はなしと。でも、あの、離れる可能性の方があると。そこで、まあ、高橋がハマってしまったり、原田がハマってしまったり、まあ、松岡が、うまいタイミングで、踏むと、あの、早坂の後ろにはまったりということで、ハマって、そこからのレースということで、 高橋が番手にハマった場合は、あの、あ浅いですし、原田がハマった場合は、まあ、香川は、香川も悪くはないんですけど、まあ、もうちょっと素直に考えて、は原田の方と、いうわけで、3113、3223、この折り返しは本線ですね。内藤は抑えま、2着の抑えとして、 あと、松岡と行きたいと思います。ちょっと香川までにはちょっと手を出せないっていう感じはありますね。はい。えー、っと、というわけで、えー、予想を、川崎記念、えー、大箇賞初日の予想をお送りいたしました。はいえー、ゲーム動画で以こうでは、えー、チャンネル登録増やしたいと思っております。 まあ、最終的には1000人目指したいと思います、えー。動画を見に、見てくださった方、ぜひぜひチャンネル登録していただいて、えー、力になっていただければ嬉しいです、えー。ブログやツイッターもやっております。説明欄にアドレスを記載しておりますので、よろしければアクセスしてください。 最後の20秒へ流します関連動画、関連動画プレイリストの方もよろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。